仙類とは、苔植物の一群で、杉苔、水苔などを含む、茎と葉からなる、形容体の体性を持ち、寿命の長い胞子体を持つ。一般に、苔類や角苔類とは異なり、葉に中六と呼ばれる、種脈状の細胞群がある。世界中に分布し、約1万種がある。日本には61か、約1000種が記録されている。仙類は、苔植物の中で、 最も種数が多い。その形も生活も多様である。植物体は数センチメートルに満たないものが多いが、大きいものでは立ち上がって高さ30センチメートルに達するものがあり、葉うものや樹脂から垂れ下がるものでは、もっと大きいものもある。小さいものは1ミリメートルに満たないものもある。植物体は総使用植物の茎と葉のような姿の、いわゆる形容体である。杉苔のように、 あまり枝分かれせずに直立するものや、灰後けのように枝分かれしながら、横に這うもの、ごく茎が短くて、ロゼット状になるものなど、様々である。多くの場合、群生して、集団を作る。葉や茎などは、いかんた植物のそれに似てはいるが、はるかに簡単である。しかし、それに対応した仕組みは備えている。葉は薄くて、楕円形の、 創始用植物のそれに近い形であるが、傭兵に当たる部分を持つものは少なく、茎を抱く形の場合が多い。葉の細胞はほぼ一層に並んでいる。中央に葉脈の主脈のような筋が入る場合が多く、これを中六という。この部分には水を通す細胞も分化している。葉脈のように枝分かれすることはない。なお、仙類の葉は大きく裂けた形になることはほとんどない。 この点、苔類の多くが大きく裂けて、背面側と覆面側の分化が見られる葉を持っていることから、良い区別点となる。また、苔類の葉には中六がない。茎には表面に、表層、中心に、中心束が分化し、中心束は水の輸送を担っていると考えられる。分類群によってはこの間に、レプトイドと呼ばれる部分が分化し、これは、 有機物の輸送を行っているとされる。茎の地下部からは糸状の毛根のようなものが出ている。これを過根と言い、一列の細胞からなっている。植物体の先端などから、胞子脳を形成する。苔植物の胞子脳は、柵と呼ばれる。胞葉の間から伸び出した胞子のうがらの先に、膨らんだ胞子のうが形成され、その内部に胞子が作られる。柵は、 黒ケ類のように4つの裂け目を生ずるなどのようにして、胞子を散布するものもあるが、多くの種では、先端部に口が開くようになっている。先端部は、蓋のように外れ、外れると丸い口が開き、胞子が放出される。口の周囲には、サクハと呼ばれる三角形の突起がずらりと取り囲んでいる。サク波は、湿度の変化によって、開いたり閉じたりする運動を行う。この動きは、 講子の散布に役立っていると思われる。柵の蓋の上には、棒と呼ばれる膜状の構造が被さっている。苔植物一般と同様に、主たる植物体は、配偶体であり、増卵期と増生器を植物体上に作る。増卵期で受精が起きると、受精卵は発芽して胞子体となる。つまり柵が胞子体に当たるわけである。ただし、その先端の棒は、配偶体に由来するものである。 線類の場合、柵が丈夫で、比較的長期にわたって維持される。初期には葉緑体を持つ場合もある。柵の内部では、原数分裂が起きて胞子が形成される。胞子が発芽すると糸状の原子体となるが、線類の原子体は、他のグループより発達が良いとされる。糸状で分子をしながら、地表を這い、葉緑体を持っているので光合成ができる。一部の種では、 植物体本体の葉が退化し、一生を原始体に頼って生活する。なお、一部の種では、原始体が、養上や海上になる。基本的には、陸上生活である。水際に生活するものの中には、水中でも生育するものもあり、種として水中に見られるものもあるが、種数は少ない。集団が波に揺られながら、休憩に成長するマリゴケというものが知られている。 湿った環境を好む種が多く、温暖で湿潤な地域に多くの種を産する。乾燥した環境にも数は少ないが適応した種はある。特に常時霧がかかる森林では地上や樹上に多量の苔が生育し、センタイリ林と呼ばれる場合がある。そのような森林では樹皮には一面に苔が生え枝からも垂れ下がって独特の景観を呈する。森林に生活する種が多いが、 岩場や渓流、滝の周辺などにも多くの種が見られる。形や水田にもそれぞれに独特なものが見られるし、市街地でもいくつかの種が生育している。生育する気質としては、土、腐食土に生えるもの、岩の上に生えるもの、樹皮状に生育するもの、樹脂から垂れ下がるものなどがある。植物の分類では近年、DNA 解析などから系統を導き出す。 分子系統学の手法が登場し、苔植物の分類も従来のものからその枠組みが変わってきている。それまでは苔植物門として一つにまとめられていたが、これが側系統群であることが明確になってきたことから、その回の各単系統群である三群をもにへと昇格させる分類体系が提唱されてきている。下記に系統分類と伝統的分類の両方を掲載する。 マゴケ植物門ブライアファイタ線類。伝統的分類では、線類の分類階級は綱であるが、その階分類は大きく4つの赤黄に分かれる。大多数のものがマゴケアズナに含まれる。所属するトガの数も多いので代表のみを示す。歯には中六がない。歯の細胞には大型で水を蓄えるものが多く混じる。柵は休憩で、肺具体の形成する柄の上にあって、 柵そのものには柄がない。湿地に群生し、寒冷地では高層湿原の形成の主体となる。実用面では重視されてきた。一かのみで、世界で150種、日本で35種。水苔か、水苔鉱山の岩に生える小型種。柵は休憩で、縦に4つの酒芽が生じるのが特徴。一かのみ、世界で100種、日本では2種のみ。黒苔か、 黒ゴケ小型で紐状の茎に細い葉がある。増ン器を囲う構造がない。発見当初は藻類かとも言われ、増ン器の発見によって、苔植物と認められた。世界で一族二種のみ、近年、ヒマラヤナンジャモンジャゴケで、放子体が発見され、線類であることが認められた。ナンジャモンジャゴケか、ナンジャモンジャゴケ典型的な線類である。蒸気の特徴は、 ほとんどこの類についてのものである。四つ葉五毛目、四つ葉五毛かキセル五毛目、キセル五毛か杉五毛目、杉五毛か鳳五毛目、鳳五毛か土五毛目、土五毛か尻尾五毛目、金子五毛か、エビ五毛か、尻尾五毛か、白髪五毛か、千本五毛目、片白五毛か、千本五毛か、槍か次か義帽子五毛目、義帽子五毛か、ひなのハエ五毛か氷坦五毛目、よれ五毛か、 かげろうごけか、ひょうたんごけか、た、ひかりごけめ、ひかりごけか、ほんまごけめ、はりがねごけか、ちょうちんごけか、ひもごけかた、たちひだごけめ、たちひだごけかいぬまごけめ、かわごけか、こうやのまんねんぐさか、とらのごけかた、あぶらごけめ、あぶらごけか、うにごけか、くじゃくごけかしとねごけめ、しのぶごけか、やなぎごけか、はいごけかほか、いしりゅういち 岩は月国を当編、植物の百科事典から引用、ISBN 978 4から 254171372C3545、ありがとうございます。